いやもうとりあえず今日はちょっと一曲ね、はい、なんかこうアコギでやろうかと思うんだけど、はいはい、何を、まあ、やっぱライカハードレインあたりいいんじゃないかと思うんだがはいはい、はい、言いたいんでしょ、もう言いたくて言いたくてしょうがないでしょ、うんうん、これの歌詞をね俺が最初書いた時にこれもしやと思って意味わかるって聞いたら激しい雨が好きって言われておいおいおい、さすが中退だなと思っていやでもね、そんな井川が大学行ったもんな、はい、今もう人生で一番今頭がいいですね。びっくりだよな本当に。でもね、うん、同じことを次男が、うん、ライカハードレインっていうのは雨が好きっていう歌だよねって言って、私はあ、もう私の子供だわと思って違うよって違うよって違うよっていうので教えたんです。それでママも子供の頃小田さんに言ってスタジオで笑われたことがあるよってそうかあります、ね、いやなんかそれいい話だな、かわいいなと思って、うん、これはね俺ちょっと覚えてるのがね、なんかのあの頃番組で鶴瓶さんがこれを引用して笑っちゃうくらいってなんかでネタで言ってて、あ、来てんなって思ったんだよ。本当、うん、だってこの曲もさ別に結局1位とかなってないじゃん。なってないですね。これ最高チャート多分7位ぐらいです、ね、ぐらいだよな、うん、なんだけどなんかねそういう勢いがすっごいあって、これあれですよ、住友生命かなんかの CM で野茂選手が投げてる、 そうだ、それの、うんうんうん、CM なのはもうすごい覚えてる。そうだな、うん、だからほらあの頃ね野茂もほらガン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 すごかったし、うん、だからなんだろうね、そういう勢いの中にいたんだよな。そうですよね、うん、いい時代でしたよね。本当だよ今思えばだってさ相当好き放題やってんだよな俺な。もう後半ってさ途中ギターソロがちょっと、はい、入れてみようかなってつもりでやったのが、なんか最後まで弾いたら最後までやったのがかっこいいからそのまま生かしちゃってんだよ俺。なんかさ本当にあんな好き放題やったものがね、そうやってこうなんかこう世の中にそういう形で受け入れられたって、いや、まあ、楽しんでたんですよ。そうだね、うん、本当に楽しんでたわ。もうね、2人で曲を生むのが随分辛い時期もあって、あったけどね、はい、もう語り合うことすらできないっていう時代もありましたけど今思えばね楽しめてたんだなと思います、ね、うん、まあ、特にやっぱりそうね、ライカハードレインブレイクアウトあたりの勢いがありましたよね。なんかすごかったからな、うん、まあちょっとじゃあ激しい雨が好きだ、はいはいはい、はいはいI'm not afraid to die.
イエイ、イエイ激しい雨が好きでした。はい。